はエントリーナンバー17番です。工藤さんどうぞ。かわいいなんか海賊が出てきましたけれども、ではテーマをお願いします。親子パイレーツです。親子パイレーツ、アピールポイントは？アピールポイントはこのかわいい海賊です。本当にかわいい。ドクロがお気に入りだそうです。これ好きなの？うんと教えてくれましたけれども、今日これ作り上げるのにも結構時間かかったんですか？全部買いました。全部買いましたということでね、じゃあかわいいね海賊にも注目していただいて点数を入れていただければと思います。はい、で自然に手振ってえいえいおーということでよろしくお願いします。それでは拍手をお願いします。ありがとうございます。続いてエントリーナンバー18番、三上さんです。会場内でひときわ目立ってましたけれども、先ほどから大丈夫かしら。テーマは何になるんでしょうね。おいしいリンゴです。おいしいリンゴということで箱から思わず飛び出てますけれども、おいしいリンゴが溢れ出しております。これどれぐらいかかったんですか？2時間です。2時間の力作ということで、ぜひ審査員にもその辺アピールをお願いします。平川りんご応援してます。農家さんおいしいりんごありがとう。収穫のない時期を迎えてます。おいしいりんごありがとうということで、ね、とっても素敵なおいしそうなりんごを登場していただきました。じゃあくるっと皆さんに一周見せていただきまして、おすすめいただきましょう。思わず箱から飛び出たリンゴということで拍手をお願いいたします。大丈夫ですかね、頭上も気をつけてください。続いてはエントリーナンバー19番、竹本さんです。どうぞ。お勢いよく飛び出てきました。テーマは何でしょうか？キラキラトリキュアアラモードのキュアホイップ出来上がり。キュアホイップ出来上がりということで、アピールポイントはどの辺になりますか？こう髪型ですか、髪型ですかね、結構ブロースタブとかラブリーとかで使ったやつをさらにもう一歩増やしまして、はい、じゃあ後ろちょっとね、この髪がアピールポイントということで、随分長く綺麗なピンク色の髪ですね。ラブリー先輩とブロスタブ先輩にはもう感謝を感謝を忘れることにね。今日これはどれぐらい お化粧にはお時間かかったんですか？ざっと15分かかったそうです。ざっと15分で簡単に仕上がったそうです。ではこの辺のね、あの綺麗な髪を見ていただいて審査の得点に反映していただきましょう。はい、ではありがとうございました。ポーズを決めていただきましたね、ありがとうございます。続いてはエントリーナンバー20番、トモさん、どうぞ。今日はね、早くから会場にお越しいただいてた可愛い3人組が登場します。どうしたの、出る順番？さあ、テーマなんでしょうね、テーマ。3人の組み合わせ。3人の組み合わせだそうです。何に扮してるんですか？かぼちゃとデール魔女。かぼちゃとデールと魔女ということで、どの辺をね審査員の皆さんに見ていただきたいですか？頑張ったポイントはデールです。デールが頑張ったポイントということですね。あとは何頑張りました？顔のメイクをね一生懸命頑張ったということで、どの辺に気を使ったのかしら？血のりにね、ぜひ審査員の皆さん注目してくださいということで、この可愛らしいねお顔をしっかりと見届けていただきたいと思います。高橋3人組でした。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。足元気をつけてね。続いて一つ取りまして、エントリーナンバーが22番となります。三上さんどうぞ。さあ、こちらも可愛らしい3人組の登場です。
で今日はみんな何になってくれたのかな。紫妖精、サフィアの仮装、ミニオンの仮装です。はい、とっても可愛い3人組ですけれども、お顔のお化粧は誰がやってくれましたか。お母さん。お母さんにやってもらったの。どう、出来栄えはいい感じですか。はい、ということで何か審査員の皆さんに言うことはありますか。ちょっと固まってしまいましたね。じゃあちょっと可愛いね、お顔をしっかりと見ていただきまして、皆さん拍手をお願いいたします。ゆっくりね、進んでいってね。ありがとうございます。続いてはエントリーナンバー23番です。工藤さん、どうぞ。足元気をつけてくださいね。続々出てきますよ。並べるかな。はい、7名が揃いました。こちらテーマは不思議の森の仲間たちです。不思議の森の仲間たちということで、いろんな、ね、衣装に扮してますけれども、何々いらっしゃるんでしょうか。魔女と赤月さんの不思議なです。はい、いろんな、ね、キャラがありますけれども、どうでしょうか。審査員にアピールをするとしたらどの辺ですか。みんなとっても可愛いので見てもらえればと思います。はい、とってもね、みんな可愛いのでしっかりと見てくださいということでした。じゃあみんなの審査員さんに手を振ってお別れしましょうか。いっぱいね、笑顔でお願いしますね。はい、ということで、とってもね、素敵な仲間の7人に集まっていただきました。拍手をお願いいたします。はい、じゃあゆっくり進んでくださいね。ありがとうございます。続いてはエントリーナンバー24番、成田さんです。おー、繋がれてますよ。足元気をつけてください。さあ、それではテーマは何でしょうか。ゾンビに囚われた人たち。ゾンビに囚われた人たちということで、血のりがすごいんですけれども、アピールポイントはどの辺になりますか。怖く見えるようなメイクということ。ちょっと近くで見てもね、顔色もすごいね、おどろおどろしい感じなんですけど、お子さんたちもみんな一緒にメイクをされたんですね。はい、頑張りました。どれぐらい時間がかかったんでしょうか。2時間くらい。2時間メイクにかかったということで、その辺もねしっかりと見ていただければと思います。囚われたね、ゾンビに囚われたおどろおどろしいということでね、何か、はい、この血のりを頑張ったポイントなんだそうです。随分ね、包帯にたくさん血のりがついてますので、この辺もしっかりと見ていただければと思います。じゃ、それではどうぞ大きな拍手をお送りください。ポーズ決めていただきましたね。ありがとうございます。続いてはエントリーナンバー25番、寝顔さんです。どうぞ。さあ、テーマは何ですか。仲良しお化けなんだそうです。どの辺をね、お化けっぽく仕上げたんでしょうか。すぐそこにいるお化けの家の中にいる雲とかをイメージしました。お化けの家の中にある雲とかが、ね、手についてるんですよね。こっちは血のりがついてあります。仲良しの可愛いお化けということで、お顔も血のりつけてくれたんだね。シールで血のりつけてくれたそうです。審査員の皆さんに何か言うことありませんか。ぜひ賞ください。ぜひ賞をください。切実な願いです。その辺もぜひ加味していただければと思います。どうぞ大きな拍手でお見送りください。ありがとうございます。
続いては26番寺山さんです。あら、かわいい。なんだかワンちゃんも一緒に悪魔の格好で歌ってきました。さあ、テーマは何でしょうか。魔女と小悪魔です。魔女と小悪魔だそうです。まさにぴったりですね。ポイントといいますか、審査員の皆さんに何かアピールすることはないですか。小悪魔の羽です。小悪魔の羽立ち上がって見せてくれてますけれども、小悪魔の羽もしっかりと見ていただきたいそうです。このほうきはどうしたの。パパの力作。パパの力作のほうき、こちらもね、ぜひ見ていただきたいと思います。まさか小悪魔ちゃん、大きな拍手をお願いいたします。かわいいですね。足元気をつけてね。さっとね、抱えていきましたね。それではエントリーナンバー27番、赤平さんです。どうぞ。さあ、テーマは何でしょうか。会いに行けるアイドルです。会いに行けるアイドルということで、どの辺に注目していただきたいでしょうか。カチューシャがポイントとなっているそうです。じゃあ、審査員の皆さんに何かありませんか。ぜひ賞をくださいということでお願いがありました。カチューシャもね、注目していただきながら、すぐ会いに行けるアイドル。じゃあ、一周くるっと回って皆さんにポーズを決めていただきましょう。じゃあ、どうぞ大きな拍手でお見送りください。続いてはエントリーナンバー28番、成田さんです。どうぞ。さあ、テーマは何でしょう。お顔が真っ黒。グレート。グレート、グレートウェターがテーマだそうです。おー、ということでね、審査員からも納得の声が上がりましたが、アピールポイントはどの辺になりますか。もう少し大きな声でお願いできます。人格のにちょっと苦戦。このお顔を塗るのはどれぐらい時間かかったんですか。20分から30分かけて黒塗りしてくれたということです。何か審査員の皆さんにはってことありますか。お願いします。ということで、よろしくお願いします。さあ、大きな拍手をお願いいたします。どうぞ当ててくださいませ。